この自然エネルギー財団も関与していますが、まあ、アジアスーパーグリッド構想というのがあって中国、ロシア、モンゴルや、まあ、アジア全体、日本も含めて1、ね、つの送電線網でつなごうとでそこにまあ通信網も合わせていこうというような構想をやに聞いておりますがで、まあ、この自然エネルギー財団のおっしゃっていることを言うとできるだけ日本は原発はやめろで火力もやめろと。で 安定的なそういった電源をやめてです、ね、そしてその、まあ、時に非常に不安定な自然エネルギーに、まあ、あの重点を移していけということなんですが、まあ、仮に電力不足になったときにです、ねえーまあ、中国やロシアからです、ね、電力をその送電網を使って輸入していくということになると、まあ、エネルギーの中ロ依存というのがです、ね、高まっていくと。 ということになりますので、真の意味でのエネルギーの自給体制からはです、ね、ほど遠いものになってしまうと、で、生殺与奪を握られてしまうということになるので、やはりこれは、えー、しっかりとですね、どういう背景なのかということは、えー、きちんと調べていただく必要があると思いますしで、再生可能エネルギーを進めるということに、この、えー、付加金がですね、再エネ付加金がセットですから、 実は国民のの皆さんの負担を求める話にも直結すするるわけで,すで国民負担を求める話が外国勢力の影響によって決まっていくということはあってはならない話ですので二重三重にです、ね、これは非常に深刻な問題だと捉えていますので、まあ、ぜひあの我々も追及を続けますが政府としてやはり全容を、ね、なぜこの人を選んだのかなぜこの団体を選んだのかということについてはあの チェック折し氏も今、セキュリティクリアランス法案のです、ね、審議が行われていますけれども、やはりセキュリティクリアランスに似たようなチェックの仕組みが、その国家の根幹に関わるような政策を決める際の,です、ね、その審議会等のメンバー選定においても、やはり適用すべきではないかということをやっぱ考える一つのきっかけになっていると思いますので、セキュリティクリアランス法案の審議の中でも、この問題を取り上げていきたいと思います。 春からの電気代値上がりを防ぐため、国民民主党は再エネ付加金の徴収を停止する法案を国会に提出しましたこの法案は再エネ付加金の廃止の検討も政府に求める内容です日本の再エネ政策に他国の影響が及んでいると疑われる事案が発覚した時だからこそ成立が必要な法案です応援お願いします加えて一つ申し上げると、えーまあ、河野防衛大臣時代にですね自衛隊の施設の、えー、電力についてですね できるだけ再生可能エネルギーを導入していきましょうという方針が決められて、今、自衛隊施設のです、ね、電力調達の50%ぐらいはです、ね、再エネになっているということでありますあの。再エネ進めていくことはいいんですけれども、これあの、りはです、ね、自由化されていろんな事業者がいます。で、いろんな事業者がいて、電力最後提供しますけれども。 その電力の使用量によって、その提供先の活動は分かります。で、これが民間の活動ではなくて、自衛隊の施設ということになれば、いつごろどのような電力消費をしているかによって、その我が国の自衛隊の活動がですね、その電力の使用量によって、えー、明らかになってしまうということになると、まあ、そういった事業者がですね、まあ、仮に、 海外資本であったり、海外の影響を受けているようなところであれば、自衛隊の活動が続けになってしまうという問題もありますあの。再生可能エネルギーを進めることは大事なんですけれども、私はそのことよりも国家安全保障の価値の方が高いと思いますので、こういったです、ね、再エネを進めてきた中で、小売としてその自衛隊施設に電力提供,供給をしている社がですね、まあ、 セキュリティクリアランスの観点からも、安全保障の観点からも問題がないのかというチェックは、ですねやはりしていくべきではないかなと思います。まあ、こういったことも、今後の国会審議の中で、ですね明らかにしてまいりたいというふうに思っております外国が関与する小売電気事業者が、電気使用量データから自衛隊の動きを分析することは理論的に可能。自衛隊施設に電力供給する事業者にも、何らかのセキュリティクリアランスが必要だと思う。現状の運用を確認する。